ワイプやだー。フレンチ食べたーい。あー。皆さんこんにちは、中村ゆかりです。イエ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 イ。はい、ということで前回の放送を見てくださった皆様ありがとうございます。ゆかりの可愛いをすごい長石先生が長尺でまとめてくださってて、なんていい人なんだと思ったし、あの動画を正面から撮ってくれた金ちゃんありがとうございます。みんな見てくれましたか？過去動画の中にね、見てない人はあるのでぜひ見てください。はい、ということで今回は平成3年生10時間目過去問を解いてみよう。さあ、ということでね、ついに10月の18日に試験が迫ってきているということで、どん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 みんなで過去問を解いていこうっていう感じなんですけれども、前回のテストはちょっと簡単だったね。簡単って言ってそんな点数取れてるわけじゃないんだけど私でも100点を超えられた。で、目標の点数はやっぱ160点から175点なわけじゃないですか。まだまだなんですけれども、めげずに最後まで立ち向かっていくという姿勢が大事かなというふうにシフトチェンジしている今日このところでございます。10時間目過去問を受けていきたいなと思います。それでは行ってきます。はい、ということで試験を受け終わりました。皆さんご想像の通りの結果だと思いますが、精一杯やったので点数を発表したいと思います。点数は91点でした。じゃじゃーん。1個か2個足すの忘れて、最初83点になっちゃって絶望して、いや83はないと思って毎回計算したら91だった。でもまあ読みとかはちょっと当たりが多くなってきた。今回四字熟語が全然できなくて、そこがちょっと痛いかったなって思って、やっぱなんかずっと言われてるけど四字熟語がすごいあれですね、鍵ですね。でも成長したところといえば、文章の中から間違った文字を探して書くみたいなやつあるんですよ。それが今回3個もできて、しかも他の2個も間違ってる漢字はどれか分かってた。今まではもう何が違うのみたいな感じだったけど、それが分かるようになってたので、ちょっとね、いいね。少しずつは成長していますが、このままのペースでいくとフレンチのフルコースが私だけワイプになりそうなので、ちょっと頑張ります。そうですね、フレンチ食べたいよ。フレンチってだって食べたことないもん。食べたことある？美味しそうだよねフレンチ。食べたいから頑張りたいと思います。はい、それではみんなの素晴らしい結果を見ていきましょう。この動画がいつ流れるかわからないけど。バイバーイ。どうも、ジノTLBT ジャスパー役の富山貴樹です。皆さん、平成3年生をご覧の皆様、こんにちは。今回ですね、萩のりちゃんから、準レギュラーであるジャス山さんも、過去問を受けてほしいという依頼をいただきまして、なんでだろうなって純粋に思ったんですね。なんかいろんな、残留思念であったりとか、稽古場の時の、動画とかで、ちょくちょく出演させていただいてるのはありがたかったんですけど、なんで僕が過去問をって、ちょっと疑問に思って、一つだけちょっと思い当たる節がありまして、踏み台的な、勉強してないやつはできないという、この、あ、
私たちはこれだけ勉強してきたんだ、あ、私たちはやれてるぞ的な、生贄的なこの僕のあのね、集大を晒すだけのようなこの謎の過去問企画を受けさせていただいたんですが、なるほどと、やってやろうじゃねえかということで、あのやらせていただきました過去問題。はい、あのこんな感じでやったんですけど、はい、あの結果は、200点中117点普通のほぼノーベンでやったんですけど、そう、これあの四字熟語とあの熟語の構成と部首は本当勉強しないと無理ですよなので、あのここはね、点数取るためにみんなぜひ最後の詰め頑張ってくださいなんてことを言いつつ、まあね、きっとソーヤは400個の四字熟語を網羅してるんだろうななんてやりながら思ってましたはい、あの本番ももうそろそろということなんで、平成3年生のみんな頑張ってくださいジャスパイク富山手書きでした、バイバーイ。はい、村田翔平です。いやー、試験までね、もう残すところあと1ヶ月ですか。いやー、ちょっとね、難しいっつうのもあれなんですよ。なんか最近その過去問を結構いっぱいやってるんですけど、150点台から170点台の間をずっとなんかうろうろしてて、なんか安定して点数を取れないんですよね。だからなんか本番までに170点以上を安定して取れるようになんないと、安心して臨めないですよね。だから今回もなんか普通に160点以下取る可能性あります。全然。前回は160点超えたけど、今回は取れないかもです。なんか練習で過去問解いてても全然150点台の時とかあったし、だからもう嫌だな。なんか何とも言えない点数取りそうです。何とも言えない点数。取るだろうな。まあちょっと頑張ります。取りそう。何とも言えない点数。取りそう。157点でした。157。なんとも言えねえな。157。めっちゃ低いわけでもなく、かといって高いわけでもなく。でもまだ1ヶ月あるから、本番まで、試験まで、あとはもう登るだけですよね。いやー、157はちょっとへこむな。普通に157、毎回間違える問題ある、いつも。ちょっと、これだけみんなに、皆さんに共有して終わりて。ホタルって感じ。蛍光灯の K。これなんですけど、どっちが正解かわかります？これ。蛍光灯の K。ここの違いなんですけど。僕いつもその蛍光灯って問題が出たら、うわどっちだっけって悩んで、あのここが虫っぽいからそのホタルっぽいから、そのこの二択で悩んだら、もういつもこっち選んでるんですけど、正解こっちなんですよ。つもうもう俺もうマジで何百回ぐらい間違えてるわ。もう嫌だこれ。もうちょっと僕本番出てもこれ多分間違えるんで、なんか本番が18日なんですけど、その17日になったら、この YouTube 見てる人は
その僕に DM でも、もうリプでも、もう何でもいいんで、蛍光灯の K は、つだよって、もう言ってください。もうそんぐらいしないと俺もう絶対今晩でもこっち書く。ここ。もう嫌だ、もう。ああ、157。へこむわー。157。なんとも言えねえ。へこむわー。ああ。皆さんこんにちは、リトです。来月に、本番、漢検2級の本番があるんですけども、なかなかね、こう勉強してて、今のところ合格基準が大体160点って言われてるんですけども、その160点を自分でやったテストとかでもちょっと満たしてないんですよ。160点という壁を乗り越えたいという思いでね、たくさん勉強してきたんで、今回こそはきっと大丈夫なはず。きっと160点は超えるはず。匠先生にテストの採点をしてもらっているわけなんですけども、まあその理由は今まで動画を見てもらった方には分かると思うんですけども、意図の答案に不正が発覚することが多くてですね 頻発しまして、自己申告した点数よりも低い、何点か低くなってしまうので、はい、今回は採点で、減らされてもいいように170点ぐらいを目指したいと思います。では頑張ります。漢字テスト終わりました。お疲れ様です。自己採点も終えて、今回はかなり勉強頑張ったので160点を悠々超えてると皆さんも期待してると思うんですけど、僕の点数今回発表します。じゃか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 じゃん、158点。158点。あと2点よ。あと2点の壁。もう、この壁が越えられない。なんででしょうね。やりきったという気持ちはあるんですよ、正直なところ。まあ、自分の壁を越えられない、弱さ。もうこれは漢字テストじゃないですね。自己成長のための戦いになってきてます。気づいてしまった。まあね、あと158点ということはもっとね、匠先生に採点されたら下がるんでしょうね、きっと。まあ今後も頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。あー、もどうすんだよ、無理だ。こんにちは、萩のりです。さあ、やってまいりました。10時間目、すごいね、10時間目です。さあ、10時間目はですね、過去問に挑戦ということで、お久しぶりの挑戦になります。まあでも、本当まだ1回も160点超えていないという大問題ですね。なので、でも今度こそやったるぞということで、勉強の仕方変えました。四字熟語大好きだったんですけど、捨てまして、はい。村田君が言ってた400個あるよ範囲がって聞いたら、400分の10を頑張ってね、取りに行くよりはちょっと違うとこを、苦手を頑張ろうって思いました。というわけで、今回はこの単語帳を用意して、苦手な漢字をいっぱい書いてですね、時間ある時に見るという勉強の仕方をしまして、書けなかったね、言葉和らぐ 和らぐ書けないんだよ。送り仮名が意外と難しかったですね。160点、そうですね。場を和らがせます。
柔らかく。60点以上取って、場を柔らかせるぞ。おー、すごない？やばない？見えた。168点だよ。やったー！いやー、やりましたわ。すごくない？普通に考えて。私、稽古してる、してた。稽古して本番やってた。ふぜー、ふわ、すげー！え、すごない？え？やったぜ。え、すごくない？勉強、なんか身についてんだ、ちゃんと。いやー、みんなどうなんですかね。待って、もう、あと1ヶ月ないよ、テスト、当日まで。大丈夫かな？あ、いかんいかん。今度は、オラオラするって決めたんだ。おい、どうだ？こっちは168点取ってんだよ。お前らは取れてんのか？おい、村田。村田は170点とか超えてそうだな。おい、糸、お前まだ合格してないんじゃないのか？どうだ？いや、糸くん、勉強してる感じするな。おい、ゆかり、お前に合格は無理だぞ。お前、いや、なんか合格無理とか言うのはちょっと、なんかあれだな、一緒に合格したいし、なんだか難しいな。みんなで頑張って合格しようね。はーい。そういうわけで、今回の過去問は、萩野はやっと168点ということで、8割取れました。みんなが応援してくれたやつで、なんかやっと胸張って画面の前に入れるよ。本当にありがとう。頑張りました。でもここからだから。やっていくぞ。負けねえぞ。うん。やります。ありがとう。なんかありがとう。嬉しいね。いや、取れると嬉しいな。はしゃいじゃうな。嬉しい。ふぅ。やったー。合格だー。イエーイ。平成3年生の皆さん、今回の過去問はいかがだったでしょうか。皆さんの結果を楽しみにしながら、今回の放送では私永石匠が皆さんに漢字検定2級のちょっとした攻略法をお教えしたいと思います。今回皆さんにお伝えするのは、漢字検定2級の中で必ず出てくる問題、熟語の構成についてです。二字熟語の構成の仕方について5つの選択肢に分類するという問題。それぞれの熟語がどういう成り立ちで出来上がっているのかということを選ばなければならず、なかなか難しい問題なんですよね。ただ1問2点の問題が10問、つまりこれを正解できるかどうかで最大20点の差ができてしまいます。これはなるべく落としたくないところなので、ぜひ攻略していただきたいです。それでは熟語の構成の攻略法、その1、選択肢 O を探そう。上の字が下の字の意味を打ち消しているものが選択肢 O です。これはとっても簡単。熟語の1文字目が無、不、みで始まるものを探しましょう。上の字が下の字の意味を打ち消しているものに該当するのはこの漢字で始まる熟語ばかりです。例えば一見打ち消しの意味ではないように感じる未来、この熟語も未が1文字目に来ているので打ち消しの漢字です。未だ来ていないもの、つまり未来の選択肢は O が正解です。シンプルな攻略法で O を選ぶことができたら、次は残った中からあと E を探しましょう。A は同じような意味の漢字を重ねたもの、 E は反対または対応の意味を表す字を重ねたもの。例えば喪失や美醜など見たらすぐに A や E だとわかるものもありますが、ちょっと難しいなと感じた場合、これを試してみてください。分解して別の熟語を作る。
例えばこの模擬という熟語は模倣の模と擬態の擬です。模倣と擬態はどちらも真似をするという意味の熟語なので、模と擬それぞれ同じような意味の漢字を重ねた熟語、つまりあが正解です。このように漢字を分解して別の熟語を作ることで、その漢字が持つ意味を理解することができます。次に漢字を分解し訓読みして意味をチェックしてみましょう。例えばこちら添削、これは添えるという字に削るという字で作られた熟語です。足すものと引くもの、つまり反対の意味を表す字を重ねたものなので、添削は意が正解です。こんな風に熟語を分解して考えたときに、同じような意味、反対の意味に該当するものはあ、いが正解になります。さて、お、あ、いを抜き出すことができてもまだ問題は残っています。残った選択肢はうか、え。実は最も難しいのがこの分類ですが、ちょっと方法が分かれば正解率はかなり上がるはずです。残った熟語を文章に直してみましょう。鍵になるのは1文字目と2文字目の関係です。熟語の意味としてメインを担っているのが2文字目の場合、答えはうになります。メインの意味が1文字目になる場合、答えはえになります。例えば国字という熟語、これを文章に直すと広く似ているという文章にすることができます。意味を担っているのはもちろん似ているの方、2文字目が意味のメインを担っているので答えはうです。次に公金という熟語、金に抗うという文章に直すことができます。意味のメインはもちろん抗うなので、こちらはえが正解です。熟語の構成、一見なんじゃこりゃと思うかもしれませんが、この順番で解いていけばきっと8割以上は正解できるはず。ぜひ皆さん、熟語の構成はしっかり正解して漢字検定2級合格を目指してください。それではこれからも勉強頑張りましょう。この動画は広告収入などは取っていなく、すべてスーパーチャットでのギャランティーとなっています。皆さんのご協力をお願いします。今から5分間時間を設けます。面白いと思ったら、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。5分は長いから、やっぱり2分にするね。